虐待によって不眠症が治りません。先生からアドバイスがあって生活習慣はきちんとしております。忘れるために催眠療法はどうでしょう。催眠療法が嫌な記憶を消すのに本当に役立つのであればもちろんそういうことはやってもいいとは思うんですけど、 PTSD の方がその嫌な記憶というものを忘れるのに催眠療法が役立つという報告はという気はしますね。非常に正義感が強い人間なんです、実はね。正義感が強いということは間違ってる人間がいたらですね、そいつを正したくなるんですよ。それを正したくなるということをやって実際に正している時期が結構ありました。高校時代にですね、電車の中でタバコ吸ってるやつがいたんですよ。電車の中でタバコ吸ってる親父がいたんでね、周りの人たちが全員それを遠巻きで見てて、何あのおっさんタバコ吸ってるのっていうふうに言ってるところですね、私がですね、こいつを俺が正さないといけないと思って、さっそうとそのおっさんの前にですね、立ち塞がってですね、おじさん、電車の中でタバコを吸うのやめてくださいよって注意したんですよ。私ですね、おっさんにですね、胸ぐらつかまれてですね、耳たぶ引っ張られてですね、耳から血が出てですね、えらい目に遭いましたね。殴り返さなくて僕は良かったと思ってるんですけど、おっさんだからまだ良かったのかもしれないですよね。相手が刃物持ってたら皆さんの前でここで喋れることもなかったかもしれないじゃないですか。今にして思えば、そのおっさんってタバコ吸ってるか吸ってないかって僕の人生には、よく考えれば関係のないことだったかもしれませんよね。僕がその時5体満足でいられたのは運が良かったからかもしれません。5年後10年後には人生にとってはね、大した問題ではなく単なる語り草になるかもしれませんよね。だからひょっとしたら単なる語り草で済むようなことなのであれば、最初から無視できるように自分から距離を取るようにできるっていうふうなことができるっていうのも、まあ悪くはない行動のコントロールかもしれません。まあもしよかったらね、人生にとって本当に大切なことなのかどうかということは、打ち切れる手前でちょっと考えてみられても良いかもしれませんね。ADHD でアトモキセチン 40mg を朝1錠服用して4ヶ月以上が経ちます。現在仕事についていないせいか、日常生活では効果を感じられずにいますと。主治医はすぐに効果が出る薬ではないし、全員に効果があるとも言い切れない薬ですと言われましたと。渥美先生の感覚でどれぐらい服用して自分には効果が出なかったと判断できるものでしょうか。また効果はどのようなところで感じることが多いのでしょうか。質問を取るのがとても大事なところだと思うんですけども、治療をするときにどの症状をメインのターゲットにするのかっていうことをですね、症状というか特性というかね、そのことを主治医の先生とまず決めておく方がいいのではないかなという気がするんですよね。ちょっと表現としては良くないんですけど、薬というのは人生の困りごと全てを改善してくれるわけではないので、例えばそのアトモキセチンというお薬を ADHD に対して使うのであれば、過集中気味な方の結果的な不注意とかを改善してくれたりとか、まあ、衝動性多動性に対してもある程度の効果はあると思うんですけども、やっぱりその一箇所に意識がボーン集中してしまってですね、でそれ以外のところに注意が向かないみたいなタイプの方の不注意を改善するには非常に良い薬かなというふうに思えるのと、いろいろあるんですけど、やっぱり抗うつ薬的な効き目があるので、若干ちょっと元気になるよっていうところがあったりします。抗うつ薬的な効き方にせよ、不注意に対する効き方にせよ、量をですね増量していって、 40mg 1錠というのは基本的にはまだ少ない量だと思うんですよね。副作用がない限りは 40mg、65mg、80mg というふうに増やしていって、まあ120まで増やす必要があるかどうかはわからないんですけども、少なくとも 80mg ぐらいまでは増やして、その後最低でも4週間、まあ場合によっては8週間ぐらいは経過を見ていただいて、それで効果が確認できそうかどうかということを考えるのがいいんじゃないかと思いますね。もちろん120に副作用なくいける方だったら、一旦そこまでは増やしてみられて、やっぱり4週間から8週間見ていくというのが基本かと思います。基本はですね、構造的には抗うつ薬なので、抗うつ薬ぐらいの期間見ておくというのが、まあ間違いないんじゃないかというふうに思いますね。ASD、自閉スペクトラム症ですね、がプログラムに強いと目にするのですが、本当でしょうか。もう一つ、通読ナンプレという脳トレゲームは脳のワーキングメモリと論理的思考力の強化に効果的と思いますか。 ASD の方がプログラミングに強いことがある、定型発達の方でプログラミングに強い方よりも ASD の方の中でプログラミングに強い方が目立ったりとか、極端に強い方がおられたりとか、コミュニケーションに比べるとプログラミングが得意ということはあるかもしれません。基本的にです
ですね、論理というふうなものの方が感情よりも優先されやすいという特性を持ってらっしゃる方が EST 特性を持ってらっしゃる方の中にはおられるんですよね。基本的にプログラミングというのは論理の塊みたいなものですから、そういうプログラミング言語なんかの使いこなしていくということにですね、より親和性を持ってらっしゃる方がおられるのは事実だと思うんですけれども、ただ ASD という人間がいるわけではありませんから、血液型 A 型みたいにですね、脳の構造 ASD みたいなですね、何種類かに分かれてるっていう風なわけではないので、 ASD の方は ASD の方の一人一人のですね、得意不得意っていうのを持ってるので、全体として見るとプログラミングに得意な人が目立ってくるっていうのはあるんだけど、プログラミングがめっちゃ苦手な ASD の方もおられるのは間違いないというふうに考えていただいていいと思います。ナンプレとか数独とかパズルですよね。このあたりはワーキングメモリーとか論理的思考力の強化にある程度効果的とは思うんですけども、ある程度以上のところになってくると、もう単純にパズルを解く能力とかになってくるんで、練習によって上手い下手っていうのが出てくるっていうところは結構あるんじゃないかなというふうには思いますけどもね。何をもって論理的思考能力とかワーキングメモリーのトレーニングになってるのかというか微妙なところなんですけど、単純にですね、ここの部分を覚えておいてここに生かす、縦の部分を覚えておいて横に生かすみたいなところがね、こういう数独なんかには割と多いものだと思うので、そういった一部分を覚えておいて次の部分に生かすみたいなところを鍛えるっていう意味では、多少ワーキングメモリーを鍛えるのに役立つというところはあるかなという気はしますね。ただもともとワーキングメモリーの容量が少なめにできている方が、人並み以上にワーキングメモリが大きくなるということはちょっと期待しづらいかなという気がしますね。私の妻が PTSD で睡眠薬を処方されていますと。夜0時にデイビゴ 5mg、 ネルボン 5mg の2分の1錠を服用して、1時間で目が覚めてしまい、朝方まで眠れず、その後日中10時頃まで眠ってしまいます。本人はベンゾジアゼピン系睡眠薬はあまり服用したくないようで、その他の睡眠薬で何か良い組み合わせの睡眠薬はないでしょうか。本人は途中目を覚まさず連続的に7時間ほど眠るのを希望しています。最後は主治医に聞いた方がいいとは思うんですけど、ベンゾジアゼピン系以外で言うと不定型抗精神病薬の類は、まあ大体どれもPTSD で悪夢があったりとかする方なんかにもそうなんですけど、効果があるんじゃないかというふうに言われているのと、だんだんとこうエビデンスは弱まってきてしまってるんですけど、日本では高血圧とか排尿障害とかにしか保険適用はないんですけど、ミニプレス、ブラゾシンというお薬なんかが海外では悪夢 PTSD の不眠なんかに一定の効果があるんじゃないかっていうふうな報告もあったりしますよね。そのあたりのことがね、有効と言えそうかどうかっていうことをね、ちょっと相談してみられてもいいかもしれません。ただベンザリン、ネルボンみたいなタイプのある程度長時間効くタイプのベンゾジアゼピン系のお薬が突然切り替えると、半調性不眠とかで眠れなくなったりすることがあるので、いきなり切り替えるっていうのはちょっと慎重になられた方がいいかなという気がします。虐待によって不眠症が治りません。眠らせてもらえない虐待以外に暴力やネグレクト、食事が与えられず給食で泣きながらえていました。家出を繰り返し、中1から施設に入り両親と離れたのですが、中学卒業後に退園し、その後は監禁されるようになりました。性虐待もあり、虐待というよりは拷問でした。怒らせてしまうので距離が取れず、とうとう介護までしていました。先生からアドバイスがあった、生活習慣はきちんとしております。眠りそうになると暴力になったので、睡眠で無防備な状態になることが怖いのです。カウンセリングなどで過去を振り返って話すことは辛いです。忘れるために催眠療法はどうでしょうか。よろしくお願いします。催眠療法が嫌な記憶を消すのに本当に役立つのであれば、もちろんそういうことはやってもいいとは思うんですけど、僕の少ない乏しい知識の範囲内で言うと、 PTSD の方がその嫌な侵入的な記憶というものを忘れるのに催眠療法があまり役立つという報告はなかったんじゃないかなという気はしますね。今は安全なところにいらっしゃるのかな。安全を確保する、本当に物理的に安全な状況を確保するっていうことが大切だというふうに思いますし、安全な人間関係をちょっとずつでも増やしていくっていうことも大切だと思いますし、直面化するのが適切かどうかということは、ご自身が直面化するのが適切だっていうふうに思えてからでいいとは思うんですよね。
というよりは、まあ今現時点では認知行動療法なんかをされてトラウマに直面するのは嫌なんだけど、安心する方法とか不眠を改善していくっていうような治療としての認知行動療法なんかができないでしょうかとか、薬物療法で言えば、先ほどもちらっとお話はしましたけれども、否定系抗精神病薬を使ったり、ベンゾジャズピンも悪くはないとは言われてるんですけど、うまくベンゾジャズピンを使ったり、ミニプレスとか肩プレスを使っていったり、場合によっては漢方薬なんかを使ってみたりっていう風なやり方をしてみられるということを組み合わせてね、治療していかれると、まあ今よりは寝やすくなる可能性はあるんじゃないかなっていう気がしますね。中3の息子の暴言暴力でうつの薬を飲んでいます。ジュロキセチン、エスシタロプラム、トンプクデラ2だとエビリファイもらっています。息子とは別々で暮らしているのですが、時々あるフラッシュバックが辛いです。先日の息子との良い思い出がある場所に行ったところ、その時の記憶が鮮明に思い出されてしまいました。主治医はフラッシュバックの治療は辛い治療なのでと消極的です。ずっとこのままなのでしょうか。まず安全を確保した上でなんですけど、フラッシュバックの治療というのをしてみたいとお考えなのであれば、してみるというふうに踏み込んでももちろん悪くはないとは思うんですよ。辛い治療というのは要するにその暴露療法ですよね。エクスポージャー療法と言われるものなんですけど、そういう治療法にある程度こう精通しているようなカウンセラーさんなのであれば、比較的安全にしてくださる可能性もあるのではないかなというふうな気はしますね。エクスポージャー療法のような辛い可能性がある治療法というのをしないというやり方であれば、基本的にどんな治療法でやっていくのがいいのかなということは、一度きちんと主治医の先生と改めて整理し直してみられと言っても良いかもしれませんけれどもね。どういうふうにしていったらいいかっていうのが、道に迷っているような気分になってらっしゃるのであれば、そのこと自体が不安定化させてしまう場合もあるので、今の自分自身のそのフラッシュバックだったり、辛い思い出と向き合うのがしんどいというふうなことだったり、それに対しての治療の方針はどういうふうにしていくのがいいのかなっていうことを改めてね、きちんと整理しておくということも検討してみられても良いかもしれません。